まあいいか、いい方かもしれない。あ、もこもこが。かわいい、ありがとうございます。寝落ちしてソファーで寝てたら寒すぎた。いや、ソファーで寝るの私たまにありますけど、気づいたらね、あの誰かしらがね何かかけてくれてます。あの毛布か上着か何かかけてくれてるけど寒いよね。なんとか起きれてました。ありがとうございます。私もう眠い。今日ね、さっきはねちょっと夢見てたんですよね。かわいい、ありがとうございます。でも全然しょうもない夢。なんかね、あのでも私が見た中ではミクルンとミキちゃんがいましたね。はい、その二人なんかでもいい、あの楽しい夢でした。今日はそう、あの喧嘩するとかそういう夢じゃなくて、すごい普通に楽しい夢だったので楽しかったんですけど、とりあえず眠すぎて。眠いけど、とっても眠いけど、髪の毛がボサボサです。笑、ありがとうございます。大丈夫、楽しい夢でした。最近夢見てる気がする。あ、劇場で見つかったら鈴木ちゃんの出たい。本当ですか？初めてだ、私の水出たって方。多分よかった。私の水であるか問題が発生してたんですけど、よかったです。最近石津さんが気になってます。え、嬉しい。ぜひ、あの毎日ショールームしてるんでね、毎日覗きに来てください。一生は飲むのはいいよ。そうそう、パッケージは破らないでね。当たり前か。目は頑張って開けてる。頑張って開けてる。手形かい、お待ちしてます。手形サイン会&手形かい待ってますよ。
朝から嬉しい。あれ、私の方が嬉しいですよ。皆さん眠いのにありがとうございます。そう、抽選だからどのぐらいの人が当たるのかとかよくわからないけど、いや、とっても楽しみ、本当にめっちゃ楽しみ。お仕事行ってらっしゃい。朝から眠くて米できないやっていう米でもすごく嬉しいです。皆さん朝から頑張って手を動かしてくれてありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい。あー、今日お仕事休みなの？いいですね。じゃあ今日はゆっくり休日をお過ごしください。そう、お名前をね、やっとお呼びできますよ。そう、お相撲さんみたい。お母さんと同じこと言ってる。お母さんも言ってた。なかなか手形を押すなんてお相撲さんとかしかやらないよねみたいな言ってましたね。あ、お相撲さんか子供、子供がなんかやりません、なんか子供が押すみたいな、親子と親子で押すみたいないかな。いつもはテレワークだけど今日は外出に行かなきゃいけない。お疲れ様です。仕事頑張ってください。あ、お仕事行ってらっしゃい。あ、名前そのサイン会でって話です。そうそうそう、で、やった名前がお呼びできるってことの意味です。解禁ではないです。あ、ショールームでね。え、古畑さんの手形持ってるんですか？え、昔あったのかな。タコありがとうございます。なんかあれだよね、あれどこだっけ、ユニバ、ユニバにもあるよね、手形っていうか手のなんかない、押してあるやつみたいなある気がする。マキコさんの手形もあった。えー、すごい。プロレスの時ってみんな来てる。浅草にもあるの手形。へえ。浅草のイメージなんだよ。え、浅草あったっけ。言ったとし何年前だろう、浅草行ったのって感じだけど、あったかな。私はプロレスできないですね、絶対に運動音痴なもので、まあ関係してるか分かんないけど、浅草公会堂ってとこ、あ、待って、なんか聞いたことあるかもしれない。私の手は鳥
標準ぐらい。多分ちっちゃくも大きくもないかな。浅草行きたい。最近テレビでなんか浅草の映像とか見るけど、浅草行きたい、すごい思います。浅草に職場があります？うらやましい。いいな。じゃあ毎日やるんですか？スカイツリー見えますか？あ、昨日の大富豪の革命返し助かったって覚えてますよ。対戦したの、なんか名前がお菓子の名前だなと思って、あ、私はスーパームーチの方が好きだなって思ってました。どうでもいいですね。私スーパームーチョって名前にしようかなって昨日お名前見て思ってました。どうでもいい、すいません。昨日も割と夜にやってました。いいね、ありがとうございます。そのね、そっちのお菓子は食べたことないんですよね、私。あ、やっぱ毎日見てるんだ、いいな。意外と私名前覚えてますよ、大富豪で対戦したから。特に自分のカードだって思った人の名前はね、結構覚えてます。おはようございます。いや、私全然ファンの方と当たらない。こう、何ショールームでやってたらめっちゃ当たるけど、昨日も普通にしてたらあんま一人とか、あ、一人当たったかな、くらい。236日ありがとうございます。スッパムーチの名前増えそう。最近食べてないですね、スッパムーチ。拍手ありがとうございます。いや、私なんだろうな、結構急にパッて、あ、やろうってなっちゃうから、なかなかメールでこの何時からやりますってのが最近はできてないんですけど、そう、なんか空き時間とか待ち時間とかに、あ、やろうってなる。そう、本当に偶然ね、そう、当たった方、私のカードで当たった方もいたから、そう、あ、きっとびっくりしてるんだろうなって思いながらやってました。あ、もう
終わってしまうから早くランキングを読まないと。初コメありがとうございます。よしじゃあ、あ、お仕事行ってらっしゃい。じゃあ最後にランキング読んで終わりにします。ちなみに今日はもこもこでした。13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。あ、4日の公演当選したよって。あ、おめでとうございます。では水色と黄色を振ってくれますか。振ってくれるかな。ありがとうございました。皆さん今日もね、一日頑張りましょう。お仕事や家事やいろいろありと思いますが、二度寝する方はぜひ二度寝して。では皆さん頑張りましょう。またね。またね。朝からありがとうございました。